たく。証拠りもない夢だ。このリリー・マルレーンに4年うなされて4年か。そうさ、どうせ悪名高いシーマ艦隊さね、今さら迷ってどうする。レースノイドの心からの普及である。 N1 コップ1000、エアブリード1000、エンジンアンディアイ。よし、マリーネライター出る。シーマ様、大量はいよ。ユズの機関奴らが盛り寄って。連邦の大将、いい男かもしれないが、ツキはないようだね。しかし、またあのアルビオンとやらかい。目障りだね。まだ取引相手はいるさね。裏取引により連邦側についたシーマ海兵隊は、ジャミトフ・ハイマンが提唱するチタンズの特務部隊として編入されることが内定した。しかし、またも汚れ役を演じさせようというジャミトフの魂胆に気づいたシーマらは、いずこともなく姿をくらました。その後、シーマ・ガラハウの姿を見た者はいない。ガイドビーコンなんか出すな！やられたいのか！あの、上！わんこっちゃない。チャー！何？グアデン制圧からブリッジ破壊までの3時間、これこそ空の陽炎が星柱として羽ばたき得た時間であった。この戦闘におけるシャアの戦いぶりは、シャアの護送飛びと呼ばれ伝説となった。この戦果により2階級特進で少佐となり、赤い彗星の異名を持って知られるようになる。少佐、助けてください。減速できません。少佐、ザクには大気圏を突破する能力はない。だが敵を道連れにできるのだ。無駄死にではないぞ。ガンダムのパイロットアムロ・レイ。この後シャアは地球上で幾度か交戦することになるが、決着はつかない。アムロはその戦いの中でニュータイプとして覚醒していき、シャアの生涯のライバルへと成長していくのである。赤いモビルスーツ。私にプレッシャーを与えるパイロットとは一体何者なんだ。シャアはテキサスコロニーで妹セイラことアルテイシアと再び出会う。アルテイシア、軍を抜けろと言ったはずだ。それが士官とはな。兄さんこそ父さんの敵討ちをすると言って私から離れたのに、軍人となって地球連邦の敵になって、筋違いじゃないんですか。私はニュータイプがニュータイプとして生まれ出る道を作りたいだけだ。兄さん、待って。兄さん、ギャスパル兄さん。兄弟の再会だが、ここで二人が分かり合うことはなかった。アムロとシャア、二人のニュータイプがこの戦いで分かり合うことはなかった。兄さん、額の傷は。ヘルメットがなければ即死だった。
兄さんはどうするのです？やはりザビ家の人間は許せん。蹴りはつけろ。アルテーシアは脱出しろ。お前ももう大人だろう。戦争も忘れろ。いい女になるのだな。アムロ君が呼んでいる。アムロが？ガルマ、私の手向けだ。姉上と仲良く暮らすがな。シャーか。シャアはアクシズへ脱出するグア人へ合流する。地球圏を離れたシャアが何を考え、何を起こそうとしているのか、その答えは後の物語を待たねばならない。三前星は敵総大将レヴィルの捕獲という大主君を挙げる。この戦いにより黒い三連星の名は一躍有名になる。この時期宇宙ではジオン軍のモビルスーツはまさに無敵を誇っていた。連邦軍の戦艦や戦闘機では全くザクの相手にならず、正中堅はことごとくジオンのものであった。しかし連邦軍のモビルスーツ開発計画 V 作戦の準備は着々と進行しつつあった。三連星の活躍はとどまるところを知らず、一個師団に相当するとまで言われた。キシリア少将は三連星の実力を認め、地球のオデッサ防衛に苦戦するマクベ大佐のもとに援軍として派遣した。しまった！しかしオデッサでホワイトベース隊と交戦し、三連星は命を散らすことに。この野郎、あと一息ってところを。その魂は宇宙に飛んで永遠の喜びの中に漂っているのであろう。じゃあ！この戦いの戦果により、ジョニー・ライデンは大尉に昇進した。また上記は彼のパーソナルカラー赤で塗装されるようになり、以後エースパイロットシンクの稲妻としてその名を知らしめることとなる。ここのところ小競り合いばっかりだな。退屈この上ない。しかし敵もモビルスーツを開発しているという噂ですよ。そうか、そいつは面白いことになりそうだな。我が軍にとっては良いことではありませんよ。こちらも新型を作ってるんでしょ。ああ、しかしザクの高機動型の補給を申請しているのに全く返事がないときてる。そろそろ F 型じゃきついんだろうな。ジオン公国の誇るパイロットシンクの稲妻ジョニー・ライデン少佐がまたも敵の艦隊を撃破しました。少佐は敵のモビルスーツ隊を瞬く間に全滅。ずいぶん国民に人気があるようじゃないか。私も鼻が高いというものだ。これは恥ずかしいもの。しかし現実は連邦に押されつつあるのでしょ。おそらく連邦はソロモンを攻めるだろうな。しかしグラナダの可能性も捨てきれぬ。我が突撃機動軍はグラナダに残す。それで私をお呼びになったのは？本国の要請でな。お前をエースパイロット部隊の隊長に任命する。新型機も回す。期待を裏切らないでほしいものだな、シンクの稲妻。はっ。エースパイロット部隊か。お疲れ様です。いかがですか、ゲルググは？いい機体だ、文句なし。それはよかった。それにしてはあまり浮かないようですね。
俺だって一気で戦況を変えられると思っているほどうぬぼれじゃいない。それはどうだかな。ああ、そりゃうぬぼれすぎってやつだな。どこまでやれるかわからんが、俺は俺の誇りのために戦うさ。ア・バオア空の最終決戦においてジョニー・ライデンは起動しなかった。この時彼の撃墜スコアは185機と記録されている。この戦いはレビル将軍を捕虜としたジオン公国軍の勝利に終わった。しかしジオンも消耗激しく、コロニー落としを実行することは不可能となった。新松永はその功績によりそのまま少尉へ任官されることとなった。お互いの武人としての勇猛さ、潔さに共感したのだろう。ドズルは新松永を強く信頼し、新松永はドズルを兄のように慕ったという。新松永のソロモンでの活躍は目覚ましく、まさに白狼の名にふさわしいものであった。しかし宇宙世紀007912月、主戦場が再び宇宙へ移行しようというその時、彼に不気味な陰謀の手が伸びていた。ドズルの意志を継ぐためソロモンを脱出した新松永。ソロモンの生き残りの兵たちは彼のもとア・バオア空での雪辱を誓った。ア・バオア空の戦いにおける新松永大尉の生死は不明である。しかし義に生きた白狼の名と勇姿を人々は忘れることはないだろう。エグザムと関わってしまった彼らの壮絶な戦いは決して歴史に刻まれることはないだろう。ただエグザムに関する真実を見極めるためにユーたちはエグザム誕生の地に足を踏み入れようとしていた。エグザムに選ばれた騎士である私が貴様ごときに遅れを取るのだ。このままでは知らん、お前も一緒に来てもらうぞ。イブバース、脱出してユー。ありがとう。きっと君を呼んでる人もいるよ、マリオン。宇宙世紀0079 12月31日、宇宙要塞ア・バオア空での最終決戦に奇跡の生還を遂げたユー・カジマは参戦した。ブルーおよびエグザムシステムがどうなったのか、それは公式の記録からは見つけ出すことはできない。